よくこんなところを変えそうしたな。ぬい超かっこいいですね、ここ。ぬい超かっこいい。かっこいいですね、ここ。うちもできるな、これ。トイレに至るまで超凝ってるな。ヘリンボーンにするんだ、タイル。ヘリンボーンですね。うわー、いい。全体的にすごい良すぎ。はぁ、さすがだな。エレベーターもレトロです。これも、もともとの残したのかな、エレベーターは。いやー、この辺りいいなぁ。あ、なんか良さそう。あそこなんて超良さそうだ。まあ、やっぱこの辺りでもいいのかもしれないですね。この辺り。今、ヒロコレッジさんの、え？やってないか。ヒロコレッジさんやってないのかな。浴衣のヒロコレッジさんです。ヒロコレッジさんです。もう本当にスタイリッシュ。はい、これが3階の、作業場ということです。緑とさらに中に小屋。改装前、いいですね、倉庫。素敵です。で、ここが東京都現代美術館。はあ、やっぱ素敵ですね。ここが清澄白河。ブルーボトルコーヒーですね。ヒロコレッジさんと同じ建築家さん。今コーヒーを飲むのに1時間ぐらい待つのです。アメリカ、日本初出店。次は青山と出店するらしいです。はあ、すごいな。隣にお家がありますけど、突然できて、このお家もだいぶ。あれ、もしかしてここギャラリーが入ってる倉庫かな。こっちだっけな。昔来たんですけどね。忘れちゃった。あなたビルですね。よくもまあこんなところを突然。もしもちょっと、このビルの中で今シャツを2枚いただきました。すごく素敵ですね。はい、トイレがこのカードを刺すところですね。トイレ開いた。ほほほほ、中は普通のトイレです。ドイツ雑貨屋さんってどこだ。
ンビニほどでもないんだけど、レジスタ、面白いビルでした。ここはうちのものを全部やってもらってるあれです、植物屋さんです。さてさて、戻ってまいりました。ここがうちのビルですね、銀座店。ここもやっぱりいいビルだな。これがうちの新宿店、上が事務所なんですけどね。ここももうちょっとかっこよくしないといけないな。本日の一本です。こちらはですね、ジャポニスムという日本のメーカーです。最近ウェリントンが流行ってるんで、このジャポニスムもこういったメガネを結構作ってますが、もともとはもっとソリッドなシャープな感じのメガネが多いブランド